江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、韓国さんちょっと大変なんですよ。ソウルは58年ぶり、韓国全土に雪爆弾、除雪車も相次ぎ転倒という話題でございます。それでは行ってみましょう。くーちゃん、お願いします。ソウルをはじめとする中部地方に番頭の雪爆弾が襲った。特にソウルでは58年ぶりの異例の大雪が降り注ぐなど、全国に雪爆弾が注がれた。荏原道高城にある気象庁高炉峰測定所には、測定限界値を超えるほどの記録的な雪が降った。測定不能。22日渓谷気象庁によると、高炉峰測定所は21日午後11時基準に積雪 146.4 センチを記録した後、これ以上測定ができない状態だ。気象庁観測政策課関係者は、高炉峰積雪計の高さは160センチだが、雪がそれ以上に積もり、これ以上記録提供が難しい状況だ。雪があまりにもたくさん積もり、気象庁関係者も積雪計に接近するのが難しいと話した。気象庁防災気象システムの高炉峰測定所積雪記録は、21日午後11時から22日午前8時まで 146.4 センチに止まっていたが、気象庁は観測正確性基準により、この記録は削除して21日午後10時基準で積雪 143.4 センチ記録だけを残した。気象庁関係者は、雪が積雪計の高さを超えて積もったのは今回が初めてと話した。ピョンチャンなど荏原道内の他の地域でも50センチ以上積もった場所が続出した。高陵省山面 112.4 センチなど一部の産地では1メートルを超えた。これによって荏原道大関峰面千古峰では登山客が孤立する事故も発生した。荏原消防本部は、千古峰の頂上に孤立した3人を救助したと明らかにした。ソウルも22日午前まで累積積雪 13.8 センチを記録するなど、多くの雪が降った。22日1日で積雪は 8.6 センチとなり、2月下旬基準として歴代3位を記録した。軽機動果て川 16.2 センチ、叩きを北道影町 8.1 センチなど、中部地域を中心に番頭基準では異例の大雪が降った。2月末にこのように多くの雪が降ったのは、気候変動と無関係ではないというのが気象専門家の説明だ。アツシ、暖夏によって朝鮮半島を取り囲んでいる海が暖かくなり、番頭である2月に平年よりも多くの水蒸気が軽半島に流れ込んだためだ。民間気象企業の軽ウェザーによると、今年2月1から21日にソウルに降った雪と雨の量は降水量基準で 61.4 ミリだが、これは同じ期間の平年記録 16.8 ミリの 3.6 倍水準に該当する。一晩中降り注いだ雪爆弾で、除雪作業をしていた除雪車が相次いで倒れる事故も発生した。22日、警察などによると、同日午前5時ごろ、軽機動富川市の富川高校1階で、60代の男性 A 氏が運転していた8トンの除雪車1台が運行中に倒れ、一帯の交通が統制された。この車は除雪作業をしていたところ、道路の傾斜が急だったため、重心が後ろに傾いて倒れたという。この事故で、車が積んでいた3トンほどの除雪剤が一気に溢れ、近くの食堂の窓ガラスなどが破損し、該当道路の交通が統制された。富川市と警察は、直ちに道路を統制し、復旧作業を進めている。同日午前7時頃には、叩き湯北道影グスク郡小局面の片道2車線の2車線で除雪作業中だった除雪車が、雪道に滑り、道路沿いのあぜに落ちてひっくり返った。また事故に遭った40代の除雪車の運転手は、窓から救助され、軽い擦り傷を負った。警察は、除雪車が凍った道で滑ってひっくり返ったとみて、正確な事故原因を調べている。そっか。笑っちゃいけないのかこれ。はい、じゃあですね、こちらちょっと映像もありますんで見ていきたいと思います。こちらなんですけれども、それではですね、もう BGM はいいね。はい、じゃあですね、こちらちょっと見ていきましょう。これは渓谷のニュースなんですけれども、この辺かな。百砂浄瑠璃有名な、あ、海に、海岸に雪降ってんだね。ゲンゴ、ゲオンブログロゲオンポ。
こはいいですっていう、そんな感じかな。うん、まあ、普通の雪国って感じだね。あっ、詰まったね。あ、大変だね。アルプス、ん、何がアルプスだ。これ遭難しちゃったんです。救助してる。これ、これね。これ。遭難しちゃったんです。え？電気がダメなんだ。まあ、そこは凍るわな。そこは凍るよ。しょうがない。だね。ビニール。あ、これね、公務員が借り出されてる。はい。というようなね、状況でした。それではですね、こちらに対して警告の反応、見ていきましょう。はい。それではね、一人目こちら。ムンジェインの時に新しく買い入れた C 国産なのか調査せよ。23、4。ああ、転倒した除雪車。もう政治はうんざり。本当に人間であることを諦めた動物より劣る精神調査だね。ああ、政治の話だった。異常気象が日常なのに、対応力をちょっと育てなさい。30。海温度は3月に大雪もあり、4月に雪が降ることもたまにあるけど、今大騒ぎとはまだ2月だよ。渓谷の12月1月より2月3月に雪がもっとよく降る。ここ叩きよ南道でも今日雪が降った。20。はい、ということで、それではですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。測定不能になっちゃったんですね、渓谷さん。そんぐらい雪が降ったということですよ。神様が汚いものを覆い隠そうとしてくれてるんだよ。除雪車がひっくり返ったんですね。初めから測定器壊れてたのは内緒にだ。雪爆弾、雪は爆発なんかしねえんだよ。分かってるなら事前に準備しろよ。国も転倒してるしな、わらわら。レゴランドは積雪の影響でしばらく休園するんだ。いや、もともと休みだ。日本では毎年だな、くらいなんだけど。山に登るときは天気予報を見てからにしましょうね。パーフェクトストーム中だからな、わら。そうですよ。ね、雪爆撃ですよ。爆撃ですよ。また、登山か他にレジャーないの？あと、山に行くなら気象情報の収集なんて当たり前やろ。青森の三ヶ湯は 5M 以上でも測定できるぞ。ただの運転下手くそ。だから、除雪車が倒れるなんてどこまで下手なんだ。いや、さすがに、どうしてそういう塀で片するよ、わらわら。ダンプが倒れるって、まるでセボル号みたいなバランス感覚だな、わら。除雪車が転倒って、何のための除雪車よ、わら。なんで、雪の中海岸にいるのかが不思議なんだが。映えじゃない、映え。この看板が、看板が見たかったんだよ、これの。ここよ、ここ。ここ。これがね、うん、映えが欲しかったんじゃないの？映え。よくわからない。はい。こんな時のために、火の病と火を吹く EV が活躍するんじゃねえの？新潟は、そんな雪は日常茶飯事です。航路法の雪は、すだれを掲げてみる、そんな風流さはないらしい。今日ちょうど警告人のグループが中央アルプスで遭難したネタの動画見たわ。自分は大丈夫ってか、わら。測定不能になるような量ではないな、日本では。うん、まあね、韓国さんだったね。少しくらい作業員の心配しても罰は当たらんと思うぞ、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。